害したとして交番に自首してきた51歳の次男が逮捕されました。昨日午後3時ごろ、川崎市多摩区にある交番に母親を殺したと男が自首しました。警察官が男の自宅を調べたところ、同居する母親山倉よし子さんが仰向けに倒れ死亡しているのを見つけました。警察は現場の状況など